すなわいこと小手川幸也です。週末恒例来週の戦略シリーズの番外編のような形でですね、えー、フラッシュクラッシュ時の下髭っていうのは私がどんな風に見ているのかっていうことをちょっとお話していきたいと思います。えー、私、投資始めて、まあ、13年とか経つんですけども、まあ、いろんなチャートっていうのを見てきました。で、私基本的にろうそく足で、えー、見ているんですよ。 はいでですね、えー、まあこの2019年1月3日のフラッシュ、クラッシュ、どうだったかっていうことをちょっと振り返りたいんですけれども、これ15分足チャートで見るとですね、まあほんの15分間で、えー、まあこれ米ドル円だと、まあ108円台から104円台までですか、4円ぐらい一気に円高に動いた。 でその後、えー、こと15分15分15分なので、えー、まあ45分ぐらいかけて、まあ、半年以上戻して、えー、その後まあはいまあ全戻し達成するわけなんですけどもここで重要なポイントはですねこの下落っていうのが15分間の間に起きたっていうことなんですよ。 で、えー、その流動性の低い時間帯日本時間の朝だったんですけども流動性が低いっていうことはどういうことかっていうと買いも売りもそんなにたくさんの注文が成立していないたくさんの商いが成立していないっていうことなんですよ。まあ要はえここここここででで買えた方とか売った方方ととかかっのの量が少ないいを、まあ、ここを次見見るるここどうううふうに見るかっていうところなんですよね。 ここで、例えばショートを入れた方がいれば、その買い戻し圧力っていうのが多くなりますし、逆に買いを入れた方がいれば、その売り圧力っていうのが出てきます。ただ、流動性低い時間だったので、どうなのかと。そういうことを狙って、ヘッジファンドなのか、AI なのかわかりませんけども、やってきたわけなんですよ。で、チャートを皆さんどんな風にご覧になるかわからないんですけども、一般的にやっぱり長い下ヒゲが出ると安心感、 出てくるんですよねはいまあこの下髭が出てそしてまあちょっとこれ陰線だったんですけどもまあ、その後陽線続いているのでまあ、雰囲気一変したなと売り一巡したなっていうふうに見えるんですけどもただこれ15分間に、えー、しかも仕掛け売りでえ下がったということでですねじゃあこの下髭を消してみたらどうなんだっていうのがまあ今回の動画なんですよ。はいで消してみるとこんな感じになります。 はいそんなもうあの15分間で起きた出来事っていうところをあまり重視しないで消すとですねはい、えー、まあ高値圏にあった米ドル円が今下がってきてですね、えー、安値圏でもみ合いしているっていう風に見えますはいただこれ消しましたけどもまあここっていうのはもちろんこれから先下落していった時にえー意識されるポイントではあります はいで他の通貨ペアも見たいと思います。えー、ユーロ円だとこれを消すと、えー、こんな感じでこちらもですね、えー、穏やかな加工トレンドがちょっとスピードを速めてそして反転してどうなるかっていう位置に見えます。はいで A、えー、ポンド円に関してもまあ同様にですね加工トレンド円高であることにはまあ変わりはないのかなと。 はいまあ、反転したとはちょっと今の時点ではまだ言いにくいで豪、えー、ドル円に関してはまあ5ドル円はねちょっとあの先にえ大きく下げすぎていたので、えー、まあまあ,あの反転もちょっと勢い強いんですけども果たしてえこの流れが変わっているのかどうかっていうことをこれヒゲがあるとですね どうしてもね、ここはあの頼っちゃうんですよね。うん、このヒゲあるし、そして上がっていくだろうっていう風に。はい。で、えー、ニュージーランドル円に関しても、はい、こっちもピッチ早く下げていたので、まあ、あの反発、リバウンドは強いんですけども、ただ、えー、完全復活となるのかどうかっていうところ、まあ、特に今日ね、え米、ー、ドル円、クロス円、またあの円高方向に動いているので、はい。で、えー、カナダドル円に関しても、まあ、トレンド自体は、えー、やっぱ右肩下がり。 そして、えー、トルコリラ園がこれ下髭消すとですねもうすでにあのここの、あのー、下髭消したここを割ってきているんですよねなんでこれまたズル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 いきそうなところなんですよはいちょっとまあ注意必要かなとで、えー、メキシコペソ園もこれすごい勢いで上がっていってたんですけどもここを消すと、まあ、あの下げた後のレンジの中にいるっていう見方に変わってきます はい、で、えー、南アフリカランドに関してもまあ下げてということで。ということでですねまああのー、極端なあの下ひげ、えー、上髭が出た時っていうのはそれが売りサインとか買いサインにはなるんですけども、まあ、フラッシュクラッシュのような短時間で、えー、上げたあるいは下げたひげ、えー、っていうのをまああまり、あのー、なんでしょう重視というか意識しすぎると見方変わりますしこんな感じであの消すと また今のトレンドっていうのが違う見方に変わるのかなと思ったので今回の動画をお伝えしました私はこんな感じで今ベイドル円そしてクロス円のチャートを見ていますということです最後までご覧いただきありがとうございました